皆さんこんにちは。ファクトリーギア TV 工具好き。今日はですね、ディーンですよ、ディーン。ね、最近いろんなところで気になってると思うんですけれども、ディーンが15周年記念ということで、春先からいろんなこうキャンペーンやらせていただきまして、いろんな商品がボコ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 出てですね、気になっていろいろこうちょっといろいろありがとうございます。買っていただいている方たくさんいらっしゃるんですけど、本当ありがとうございます。ただちょっとね、もちろんファクトリーギアずっと前からのお客さんであればディーン分かってらっしゃると思うんですけども、15周年ってそんなこと言われて突然いろんなもの出てきてるけど一体何なんだというふうにね思われる方もいらっしゃると思いますんで、今日はそのね、ディーンは一体どんなキャラクターの工具なのかというか、まあ、ディーンが生まれてくる背景の話をですね、ちょっとかいつまんでお話しさせていただきたいと思います。かいつまんないと1時間ぐらい喋りますから僕ね、かいつまんで喋りますからね。まずですね、ディーンっていうのは、皆さん工具っていうのは大体工具メーカーが作るもので、工具メーカーっていうのは文字通りメーカーですから、工場を持っていて、その工場で、まあ、工具が作られていくっていうやつなんですけれども、まあ、ディーンはですね、実は工場を持っていません。で、いわゆる OEM ブランドというもので、まあ、専門の工具メーカーが、そのディーンという名前を、こうつけた工具を、作っている。つまり、まあ、我々のリクエストに合わせたものを、専門工具メーカーが作って、いるブランドなんですね。なので、例えばドライバーはドライバーの専門メーカーが作っていて、レンチはレンチの専門メーカーが作っていて、ペンチはペンチの専門メーカーが作っているというような形で、そこにディーンという、 こう名前がこう、ね、入っているというのが、まあ、OEM ブランドなんです。で、これですね、これは別に特別すごい話ではなくて、他にもたくさんあるんです。で、日本の大手の有名工具メーカーだけじゃなくて、アメリカの工具メーカーにしても、ドイツの工具メーカーにしても、この OEM っていう形態を使って工具がたくさん作られてるんですね。っていうのは、まあ、一つの工具メーカーが、まあ、ドライバー、レンチ、ソケット、プライヤー、長いレンチ、短いレンチみたいなのを全部作ろうと思ったら、莫大な設備が必要で、莫大な工場が必要になってくると。なので、まあ、自分のところには柱になる工場はあるけれども、ラインナップを広める上で OEM で他の専業メーカーに工具を作ってもらうということはよくある話なんです。で、ただですね、ディーンがの違いっていうのはこうですね、普通結構OEM っていうと、もともとメーカーが専業メーカーなんで、もう専業メーカーが持ってらっしゃるいい型とかあるわけですね。で、それに、名前をですね、ちょっとだけ変えて、パーンってこう名前を、自分のところのブランドを入れて作られることがすごく多いんですけれども、ディーンの場合はですね、非常に細かなですね、手間かけて作っているっていうのがディーンの一番大きな特徴なんですね。一個一個の工具、ほとんど、まあ、どの工具も小さな、こう改良が加えられていたり、ものによってはもう型から作られているものもあるというのがディーンなんです。で、これは何でかっていうと、まあ、ディーンはですね、よくファクトリーギアのオリジナルブランドというふうな言い方をされますけれども、まあ、これは半分当たっているんですけれども、まあ、当たってないところも当たっていないというか、まあ、ちょっと違う意味合いを持って、私たちこうディーンの開発をしているところがあるんですね。で、それは何かっていうと、まあ、ファクトリーギアのショップにたくさんお客さんが来て、我々はスナッポンとかね、 KTC とかハゼットとか、まあ、世界中の工具を売っていく中で、やっぱり日本人の手に合わないアメリカ工具とかヨーロッパの工具が必ずしも日本のマーケットや日本の使い手に合わない部分があって、もうちょっとこここうならないかな、ああならないかなっていう話をたくさん毎日いただくわけです。毎日たくさんいただくわけです。ファクトリーが年間約20万人お客さん来るって言われてますけれども、20万人のお客さんにいろいろ言われるわけですね。言っていただくわけですね。で、それをですね、本当に形にしようということで、まあ、ディーンの開発始まったんですけれども、ただ残念ながらファクトリーはですね、例えばホームセンターみたいに日本全国何百店舗とかそういうわけではありませんので、11店舗、12店舗しかありません、日本国内に。これやっぱりね、ロットとしてもそんなに大きいロットが作れないんですね。で、すごい少ないロットで、作らなきゃいけないということで、それで細かいリクエストに応えたものを作る場合はですね、ものすごくね、手作りの工程が多くなるんですね。で、そうするとなかなかこれをですね、メーカーさんね、理解してやってくれるところがすごく、どこでもやってくれるってわけじゃないんですね。で、台湾のメーカーっていうのは比較的アメリカやヨーロッパの OEM を長くやってきたんで、
そういうユーザーのリクエストに合わせて細かいことをこうやるっていう、こう風土がありまして、それで結構ね台湾のメーカーさんで物を作ってるものが多いんですけど、とはいえあまりにも細かいということで、普通だいたいほとんどのメーカーさんが我々がリクエストをいろいろ言うと、もう無理無理です、そんなの無理、絶対できない絶対できないところから始まるんですね。絶対できないって言われるんですよ。でもそれをですね、もう本当にもう15年間通い続けて、1個作るのにだいたい5年とか通ったメーカーさんもあるんですけども、やっぱり僕らがどれだけやっぱりその特別なデザインのもの、特別な加工したものを作りたいのかっていうことをメーカーさんにお願いして、でメーカーさんもそれに何かこう根負けしたりとかね、場合によってはすごく面白がったりとかして作ってくれるものだと。でまあこの辺がやっぱり僕らがいつもファクトリーギアのオリジナルブランドって言わない理由の一つなんですね。つまりたくさんの理解者と一緒に共同作業で莫大な時間をかけて、莫大なもうまあ、ある意味コストですね、時間がかけて手作りで作りますから、で作られるものなんで、なんかファクトリーギアのオリジナルというよりも本当に新しい時代の工具を作ろうというたくさんの協力者のもとで作られた、工具っていう意味でオリジナルっていうよりも、僕らそういう人たちによって生まれてくるのがディーンだというふうに思ってるわけです。じゃあなんでそんなにコストとか時間と手間をかけられるかっていうと、これはちょっとねここに秘密がありますね。通常はですね、通常の OEM 商品っていうのはだいたいこういう海外とか国内の OEM メーカーさんから貿易商、そして工具メーカーに入って代理店が入って、たまに二次問屋さんが入って、いわゆる販売店ファクトリーギアみたいなところに入ってくるわけですね。ここに流通のコストがものすごくかかるわけです。ところがディーンの場合は海外メーカーに直接お願いしてそのまま、お店で販売してますんで、ここの流通経路が一切かからないということで、ここにかかってる分を徹底的に例えばこだわって手作りしようとか、材質もちょっと変えてみようとか、いろんなことで商品のところに振り返っていくことができるということで、まあ、もちろん最終的に安い価格で売れるっていうのもつながってますけど、ここでかかる分をそこの手作りのコストに使っていこうというのが、このディーンが一個一個本当手作業に近い形で作ることができる大きな理由となっているわけですね。でまあね、今日はまあ簡単にちょっと話しましたけど、そのこういう結構ねディーン作りのいろいろと今までにやってきた、お話をですねカタログにしました。で普通カタログって商品と値段がとか出てるだけなんですけど、この刀の場合はですねいろいろくっちゃべってます。はい、もういろいろこれ出来上がった時こんな大変だったんだ、こんなことあったんだみたいなのを日本語と英語でくっちゃべってるとっていうカタログでございますのでですね、これぜひですねファクトリーギア店頭で、ディーンを買うとですね、多分もらえます。買わなくてもディーンを買おうかなと思ってますとアピールしてもらえると多分もらえますなので遠慮なく言っていただけると、まあ、一つの読み物的なものになってますんで、ぜひ手に取って見ていただければと思います。ちょっとね駆け足で早口になりましたけども、まあ、ディーンの生まれる背景を今日はお話しさせていただきました。来週ね、来週というかまた今度なんですね、商品の方を行きたいと思いますんで、今日はこのぐらいでまたお会いしましょう。さようなら。